おー、いいしょ。おー、素晴らしい。僕らも頑張ったらこうなれるんですか？もちろんやっぱりその、まあ、スイングだけじゃなくて、うん、まあ、体から、はいはい、スイングからトータルしてやっぱ変えると、絶対に、まあ、今の飛距離よりも、うんうん、上がってくると上がるんで、はい、諦めずに、はいはい、ちょっとやりたくなってきましたよ。燃えてきました、はい、俺も飛ばしてーす。やりますか、はい、飛ばしちゃいますか。後藤さんの見てたらなんか夢があるなと思って。本当ですか？うん、まあ、ドラコンのプロになりたいっていうほどまでいかないにしても、はい、やっぱりゴルフ場行っての楽しみってドライバー飛ばすことっていうのがあるんでね。そうですよね、うん、ちょっとでも飛ばしたいですね、はい、なんか教えてもらっていいですか？やりますか、はい、じゃあまず何にします？そしたらですね、まずとりあえず打っていただいて、はい、あ、わかりました。陣之介さんの今の数字をちょっと私の方で確認したいんで。はい、わかりました、はい、お願いします、はい、ちょっと緊張すんな。これやっぱ僕としてはもう最高で、まっすぐ行ってるし、いい球ですよね。まっすぐで、まあ、あの後藤さんのと比べたらね、100ぐらい、100以上違うんだけど、僕としては満足なんですよね。これ何がどうなっていきそうな感じですか？そうですね、まあ、クラブスピードは、まあ、これから私がヘッドスピード上げるんで、ほうほう、はい、いいんですけど、まあ、それに伴ってボールスピードも、まあ、もちろん上がるかと思うんですけど、うん、あのやっぱりスピンがちょっと多いかなって、はい、2600なんで、はい、まあ、2300とか、もうちょっと減らしてあげると、はい、あの球が棒玉っていう、うん、はい、スピンが、まあ、適切な量で飛んでいくんで、はい、もうちょっと、まあ、キャリーも出てくると思いますし、うん、あとは1.41 ですね、このスマッシュファクター、はい、これちらがやっぱ 1.41 だと芯にちょっと当たってないかなっていう数字になりますので、うん、まあ、もうちょっと芯に当ててあげて、はい、スピン量を抑えてあげると、うん、まあ、もっとこの飛距離も伸びてくるかなっていう、じゃあまだまだ伸びしろあるってことですね？全然あります、ね、あ、よかった、はい、まだまだ伸びしろあるっていうことなんで、はい、何やったら伸びるんですか？まず、はい、第一段階として、ええ、こちらでちょっと素振りをしていただいて、はい、トップでのしだりをちょっと感覚をつかんでいただければと思います、はいはい、僕それやったことないんでどんな風になるのか全く想像がつかないんで、じゃちょっとやってみましょう。はい、わかりました、はい、でまず振っていただいて、はい、で、瞬間からも、はい、先がしなってるのなくしなってるのがあります、はい、もうバンバンしなってる感じがします。しなわせたやつを、はい、ここで今度逆に戻すんです。当たる瞬間にこれ止める感じです。おお、これがビヨンってなった時にビヨンってなる。まずはい、自分のバー、あ、本当だ、ヘッドが見える。ヘッド見えてきたら、はい、切り返す。しならせたのを当たる瞬間にここでもこうこのドッキリですね、逆に、ヘッドのシャフトの柔らかさを感じて、はい、シャフトの柔らかさを感じて、はい、夢が膨らんできた。おお、早くも、ね、こんだけ上がりましたよ。259ヤード。僕からしたら、いや後藤さんに100足りてないけど、僕からしたら、さっきから見たらね、全然いいっすよ。振り足りないっす、もっと振り足りない振りない
そしたらすぐドライバー行きましょう。はい、ですぐドライバーやるの。はい、え、おおおお。